えー、こんにちは、塾の久保です今回はねメンバーシップの情報で一応挙げたんですけどもまあメンバーシップにしなくてもよかったなというふうに思ってるんですよ。まあ、というのが別に儲かる方法じゃなかったんです今回のあのこの前ね小銭を銀行に入金に行ったんですけども1,000円分の小銭を入金するとね1,100円の手数料がかかるっていうふうに言われたんでそのまま持って帰ってきちゃったんですよバカバカしいんでね。 うんまあ、こういったところからその皆様の手元にある小銭をねなんとか手数料なく入金預金出金したいなとか思うわけじゃないですかで今回はその小銭をねどういうふうに、まあ、銀行の ATM 使ってもいいんだけども街中にあるいろんな券売機とかね販売機とかいろんなもの試してあここだったら手数料かかんないなとかここだったら何枚までだったら大丈夫だなみたいなのをちょっと軽く算段していきましたのでそちらの方小話程度に メンバーシップ情報に入れておりますんで、えー、今回は例外的にね、儲かる方法ではないんですけども、まあまあ、長い目で見ると儲かるっていうかね、手数料を支払わなくてもいい方法かなっていうところなんで、心に留めておいていただきたいかなと思っております。えー、ということでね、メンバーシップじゃない方はすいませんけども、どんな方法だろうと思っていただく <laughs> しかないかなと思います。はい。えー、こうしたね、情報など、通常は、 一発で数千円から数万円儲かる情報を提供している即会軸の情報倉庫メンバーシップなんですけども月間390円で入りますのでね今回のまあ雑談小話制度のものでも390円だったらまあ払ってもいいんじゃないかなと思う方は入っていただいてねそしてバックナンバーっていうのは結構ありますんで今でも使えるお得な方法とかねそれこそ数千円から数万円儲かる方法をまあたくさんお届けしますのでこういった情報を使って情報起業するのもよろしいんじゃないかなと思います通常月間でですね 1>, 1回以上は配信することになってますけども現在のところ10回前後配信が続いてますんで結構お得だと思いますよまだまだネタありますんでね順次紹介していきたいと思いますそれでは失礼します